All right. Let's go do a story mission for once. Excuse me. Didn't think I'd ever come back in this restaurant. Hi. Ooh, that looks tasty. Hattori-san? Oh, fucker taking pictures of his food. He's one of those people. Anta, moshikashite kiji no shashin sumaho de totteru? Ee, juubun kougashitsu desu kara ne. Ikemasen ka? Iya, betsu ni. Gurume reporter ni demo naru no? Atashi wa kyoumi ga aru koto wa nan demo tettei teki ni shuzai suru shugi na node. Mada kekkou kakaru no ka? Kochi no yō wa wakatten daro? Sugu owarimasu yo. Can I just punch you now? Kore de owarimashita. Doumo wazawaza gosokuro itadakimashite. I don't even understand what he's saying and I hate his voice. He just sounds slimy. Fushigi na mon desu. Anata to sashimukai de ramen to wa masaka konna hi ga kuru nante ne. そういうのいいから落ち着きませんね、八神さん。あんた、今も梶平の会長とはやりとりを？やりとりってほどのことは、向こうが呼びたいときに私を呼びつけるだけです。まあ、記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生、あなたが第一発見者だったとか。今日はアドデックナインを解説してくれるんじゃなかったか。でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。一般的に新薬の開発というのは、まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試し、パスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや、場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さて、これまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデックナインはマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、ん？今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても人ごとではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら、私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。その時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。分かったよ。ではまず八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが。What? 聞く気ありますか? Do I... You do it even if I said no. Yeah. 他に選択肢はないんだろう? Oh man. 結構。じゃあ始めますね。Can we not? 前提として、認知症にはいくつかタイプがありますが、その7割が
九段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し、徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中にたまるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと？かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらくなるんです。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと、1952年からなど何十年も前の年を答えることがあるそうです。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。Yeah, please, let me skip. そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くの？ええ、論文によると実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。自食作用？自分のタンパク質を自分で分解する作用。自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に？ええ、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに、死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。本当にそれは夢の薬なのか？話がうますぎるってこと？はい。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。勇気づりの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのはつまり？人体実験です。人体実験？まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には
本当に何も問題ないのか。そうですね。これは強いて言えばの話ですけど。ん？アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされています。が実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほらあなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。小野陽次、またあんたの名前が出てきたな。 Your phone is upside down。Okay. Do I have any cases that have popped up? I hope not. Good. Okay. Back to the office. No. Oh. What? Fucking. Whatever. Dead. I don't have time for your bullshit.Climb on the car and kick him. Okay. That works. That is effective. Time to go home. I need to check my mail. Nope, nothing in the mailbox. Oh, hello, everyone. お帰りなさい。なんだ、みんな揃ってんのか。服部さんとの話どうでした？役に立ちました。まあ、多分。Am I gonna go over the entire thing with them? Can I check my cases first? Okay, we don't have any of that. Can I grab something to eat, guys? I'm hungry. I'm gonna eat this steak. let me nosh for a second.That's good. Okay, let's talk. Yagami-san, please sit down. Well, make me take a seat in my own office? Nani? Then, in fact, Adodec 9 didn't have any problems with Adodec 9. Hattori's story, right? But, Kido's name was only a decoration of the name, and that's what I heard. If so, then, of course, Shouno's side...何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験。それがアドデック9はこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。でその人体実験がどう気になるの？いや、だからモグラの殺しがさ、アドデック9の例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか？仮にモグラの黒幕がショウノだとして、だとしてショウノが殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか？やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて、まさか。そのまさかが起きたんだとしたら
じゃあアドデックナインはマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか？ああ。だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで凶霊界の連中を何人も殺してたとか。待った。そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか？モグラがやったやつらは別にアルツハイマーじゃなかったろう。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちっと話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだ、アホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。おお、そうかい。じゃああのセンターで殺された枠ってじいさんも人体実験だったのかもな。へっ。ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺された枠さんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか？ああ、あの事件の被害者は枠っていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のために枠を殺したかは分かってない。まあ落ち着けって。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデックナインがあったっけか？確かにアドデックナインの論文発表は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません？Sweet. もし3年前のスキャンダルどころの話じゃ。さっきの人体実験説続けても。yeah. ああもちろん。 Might as well. I don't know why we stopped. 小野が3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、小野の動機は何だったんです？やっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる。下手したら何年も。そっか。でも小野のそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら多少危険を冒してでも。でもその結果小野はまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの？でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦、その話はまた後だ。Why do you keep pausing it?
There's something I'm supposed to be doing other than going through this cutscene. Why is this cutscene broken up into like several pieces? There's something out here I don't know about. I don't get it. までの話をまとめると、まず3年前、ショーノがアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だからハムラやモグラが強霊界の人間を何人も殺している。いや、でもさ、ショーノにヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってるやつが正野のそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？That guy, this dude. No? 厚生労働省の風見大臣。Boo. 現役の大臣が正野。そこじゃ。正野の。I completely fucked it up.ショーノとハム、いや、モグラが大体分かった。I fucked it up again. そうやく、なる、I finally got it. センターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ。きっと軌道も一味です。いや、それはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見。あの時のキドの顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。キドってそんなに肝据わってる人？まあそうは見えねえな。じゃあキドが人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後。そういうことならどうです？あ、まずショーノは何も知らないけど、アドデックナインの論文の筆頭執筆者にして、すべての手柄も譲った。大喜びの木戸は、それをあの場で華々しく発表したんです。で、その後実験で人が死んでるとか言われても、もう抜けられませんよね。多分、そうやってショーノは、木戸を一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて、ハムラやモグラを雇うためにってことなら結構自然な流れじゃありません？ほうほう、なら正野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は正野ですよ。じゃあその場合よ、最初に正野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？Oh crap. When did he start using the moon?半年前に橋なんでだ？ショーノにとってアドデックの鍵のある橋木は目障りだった。でも犯行当時、ショーノにはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時ショーノは別の誰かに橋木を始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか？ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。橋木が殺されずにいたら、そのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったら小野たちは破滅ですから、橋木を始末しようとするには十分な動機です。いろいろ辻褄は合うってわけ。いや、でも言いたいことがあるんだろ。言えよ。今までの話ってさ、あくまで全部仮説でしょ。おまけにこれちょっと八神さんに都合良すぎない？ん？都合良すぎってなんだ？3年前にセンターで患者死なせたのがショーノって言うんなら、
じゃあ、あの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ。そうだ、判決通り。あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。だからみんな騒いだんでしょう。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ杉浦。人の古傷なんだと思ってやがる。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ？大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか。でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺はそれを見捨てたんだ。もう諦めろってな。それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの。八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんなら。どうする？星野君。はい。大久保新平と面会する。手配頼めるか？わかりました。拘置所に連絡します。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。Oh god, I gotta go back to the fart office. Oh no. Gotta go review some information. Hi, can we done? Okay. Whatever then. Didn't get any new cases. Good. You guys want some music? I can put some music on. Here, have this one.It's great, I swear. Okay. Yeah, I gotta go back to the law office of farts and farts and farts and farts. But we're gonna do that in the next episode, because I don't feel like extending this one any further. Do I need to eat?Nope, I don't. Weird. What about my, Oh, I only have 6,000. I want to save up to get this max health, so I'm gonna wait on, Ooh, no. No, 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 no. I'm gonna wait, because I want to get that. So yeah, we'll do that in the next one.